どうもノブくんです。あやちゃんです。どうも、はじめまして。あれ、なんか落ちてます。今日はなんと簡単おやつクッキング。よいしょ。さて、今日は何を作ってもらえるんですか？はい、今日は保育所のおやつでも出ている、オープンサンドクラッカーを作ります。オープンサンドクラッカー、材料はなーに？はい、まず、はい、クラッカー。クラッカー、はい、はい、他には生クリーム。生クリーム、はい、トロトロ。他にはみかんの缶詰。みかん、美味しいですね。他にはパインの缶詰。パイナップルの缶詰、はい、そして最後にいちごジャム。わお、おいしそう。甘くて。さて、この材料でどういう風に作るんですか？はい、じゃあまず、クラッカーを3つ出します。クラッカーを3つですね。はい、はい、1、2、3。はい、3つね。ミキサーみたいです。クリスマスの雰囲気。はい、そしたら生クリームを2つ絞ります。はいはい、生クリームを絞っちゃう。おー、美味しそう。生クリームの花が咲きましたよ。あ、2つか、はい、こんな感じです。こんな感じです。そしたら、はい、生クリームをのした2つに、はい、まず1つは、みかん。あー、美味しそう。のしちゃった。トーン。続いて一つはパインを。パインもトーン。あと一つはどうするんですか？じゃあここにジャムが出た。いちごジャム。わー、美味しそう。はい、これで完成です。はい、はい、ではいただいていいですか？どうぞ。じゃあいただきます。じゃあちょっとね、こんな時期なんでちょっと横を向きながらですが、ではまずみかんの方行ってみたいと思います。いただきます。おいしい。次にパイ行ってみます。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。もしね、生クリームがちょっと苦手だなっていう人はカスタードクリームとかもいいですよね。いいですね。他にはどんなのが？今いちごジャム出したんですけど、違う、まあ、例えばブルーベリージャムだったりとか。ブルーベリーもいいと思いますし、甘いものが苦手な人は、ピザソースとか塗って。ピザいいかも。チーズ塗ってたらピザっぽくて美味しいです。パーティー料理になっちゃうね。はい、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。バイバイ。試してみてね。頑張って手振ってて。